なんか不思議なもんでね、山よりもなんかバテちゃうんですよね。ほんとね、今日はね、ここ行ったらね、ガンガンとね、あっちの八景島の手前のあそこの海岸まで、ね、行ってやろうと思ったんですけどね、いやもうなんか気が抜けちゃいましたね。暑さだけでもくたくたですよ。私も暑いのとね、このムシッとそう、蒸し暑いの全然ダメなんですよね。それだけでもうなんかね、もう精神的にもね、精神も肉体も参っちゃってね。まあでもね、この金沢八景ってとこね、いやなかなかいいなって感じですね。確かにね、鎌倉とかね、逗子あるいは江ノ島とかね、そういったところのようなね、派手さはない代わりにね、やっぱりのんびりできますよ。何も無理して階段上がんなくても、考えてみれば今下ってるこの坂ね、こっちをね、ゆるゆるとね、行きゃよかったんですよね。あっちが神社でいう男坂なら、こっちは女坂ですか。その代わりにまあ長くなりますけどね。この区間だけに限って言えば、出来たての林道を歩いてるようなそんな感じですよ。ここだけ切り取ればね。いや、これはなんか得した気分ですね。山道を抜けました。まあこう住宅がバーンとあると本当に山って感じはしないで、本当にただの公園ですね。でもこう見ると本当にね、山道って感じですけどね。しかし本当に伊藤博文邸っていうのはどこなんでしょうね。地図でもう一回確認してみましょう。あ、もうすぐそこですね、現在地、うん、旧伊藤博文金沢別邸。さあどんなもんでしょうかね。なるほど、ここか。もう今日は入れないのかな。門は閉まってますが、入館料は無料んで、今6月から11月だから、ああそうか、もう時間過ぎちゃったんだ。いや残念だね。ちょっとね、このカメラ上からね、この覗く、それだけにしておきましょう。うん、なんかピンとこないな。また別の角度から見てみますか。さっき見たのは離れっていうか倉庫っていうか、まあそんな感じなんでしょう。ほんとやっぱり時間が遅かったんだな。なんか時報みたいなの、そういやなってましたからね。ってことはここは裏口、勝手口、そんな感じですかね。やっぱりなんか明治の家って感じですよ。工事中ですか。ここで行き止まりってことですね。あ、なんかありますね。旧伊藤博文金沢別邸。じゃあこの上から見学させていただきましょう。おお、こりゃなかなか。いや本来だったらね、このお庭に入ってね、この伊藤博文が見たこのね、海をね、同じ景色、まあでも昔と違いますけどね、いろんなものが埋め立てられてできてますけど、でもね、それ同じ角度に見ることができたんですがね、まあもう今日はしょうがないですね。この通用口みたいな脇から海に出られる道がありますね。あ、これは断崖絶壁ですね。うん、なるほど。あ、でもちょっと行けますね。ちょっと行ってみましょう、自己責任で。さっきの玄関の柵がここら辺ですから、だいたいこっから海を見ると伊藤博文邸からの眺めになるわけですね。八景島を望むって感じですか。もう今はこうやってね、遊園地の遊具がちょっとついちゃってますがね。もうだいぶね、開発されて工業化されちゃってますからね。ここはこのね、明治の頃のそのいった雰囲気を想像するしかないですけどね。でもなかなか、まあ悪くはないですよね、この感じは。まあ、それはね、その明治中頃だったらね、それは本当に風光明媚だったでしょうね。
まあ、それにしてもね、ここ意外と水が透き通ってますね。いや本当にね、水の綺麗なところの人が見たらなんだよこれぐらいって思うんでしょうけどね、千葉のね稲毛とかね、東京のねそういった東京湾のそういうねドロドロした水しか見慣れてない人間にとってはね、まあ、この程度の透明度でもね本当に感動もんですよ。さてと戻りましょう。本当にのどかな場所ですね。まあ平日っていうのもあるんでしょうけどね、静かでいい感じですよ。しかし明かりとベンチがうまくねこうセットになってる場所ってなかなかないね。探しちゃどっかあるでしょう。ぐるっと歩いてますがすごいの出てきましたよ。旧軍の設備ですよ。まああるでしょうね。三浦半島って言ったらこういうのがつきもんですからね。いやこれはでっかいね。説明が書いてありますね。航空隊、まあ、ってことは飛行機用ですか。戦闘機、なるほどね。さすがにまあこう厳重だと入れませんね。まあね、もしこういったとこ入ってねなんか崩れたりするとね市の責任になりますからね。まあ、よほどねなんかこうやって学術的な理由があるとかでね、もうハンコを何枚もね書類についてもらわないとこういうのは入れませんからね。ってことはもうこれでだいたい軽く一周しちゃったんだな。うん、そうだな。明かり、これねつくことを信じてここでやりましょう。今日はバーベキュー場ね休止中ですからここ使う人いませんからね。いやもう本当に座りたいです。よいしょよいしょ、座った。いやいい風が吹いてきますよ本当。さ飲み食いしましょう。いやなんかやっぱり疲れますね。それはね山と違って本当に水平なとこ、まあ、ちょっと今日はね野島山っていうんですかね登りましたけどね。いやそうやったらほとんど水平のとこ歩いてるから疲れるわけはないはずなんですかね。やはりこの湿気とあと途中から晴れてきましたからね、まあ、その直射日光でやられちゃいますね。この前江ノ島でねトンボロってんですか、あの笹を渡った時もそうですよ。あれも本当にね遮るものないねカンカン照りの中歩いてねそれでちょっとバテちゃったっていうのがありますからね。本当直射日光っていうのは夏は危険ですね。いや本当不思議ですよ。光の強さはねもうあと一月でもう秋分の日ですからね。だからね本当に春先と同じ 日の強さのはずなんですが、やっぱりこの太平洋高気圧からやってくるね気温と湿度、それとこの太陽光線、それの相乗効果でバタって本当に参っちゃいますね。まあそれはともかく軽く最初一杯やりましょう。